楽院のお二人、お会いできて嬉しいわ。お待ちしていました。ばあさん、あんた一体。ちょっと待って、今はそちらのお話の方が先だわ。はい。残念ながら私にはお力添えできません。式が迫っているのです。でもご心配なく。シール家、力を貸しておあげなさい。お師匠様、そんな、私は。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。無償でとは申しません。あなた方が戻るまでに私は御符をこしらえましょう。楽院の力を消し去ることはかないませんが、少なくともあなた方が取りつかれることは防げるはず。その話乗ったぜ。ありがとうございます。よろしくお願いします。